金子浩一は日本の実業家。明治大学附属中学校時代は野球部のキャプテン、サードとして活躍。当時のライバルに川田多蔵などがおり、野球、ゴルフ療法において交友が続けられている。明治大学法学部卒業後、住友 3M に入社し、副社長まで勤めた後、政府によるヘッドハンティングで旧日本道路公団の民営化により発足した。 中日本高速道路の会長兼社長に抜擢された。金子は国際派企業で培った視点から日本の高速道路の未来を見据え、2012年4月の新東名高速道路の開通においては、イクスパッサネオパサなどユニークな商業施設を展開。アパレル、時計、宝飾品や限定品なども販売し、 目的地になるサービスエリアを目指し、121店舗のうち、半数以上の67店舗を高速道路、初出店となる店を誘致した。高速道路以外への展開も開始し、国際的な展開も視野に入れる。もとより、金子の会長兼社長の就任は2010年に、 前原政治国土交通省が高速道路会社の社長人事で甘下りを排除する姿勢を示す狙いで全国6社すべての社長に民間企業出身者を送り込んだ人事であったがその後国交省は民営化後の経営効率化が十分進んでいないなどとして5社の社長を変えた中で新東名の開通や新しい複合商業施設の開業など実績を上げたとし その業績を高く評価し金好み留任することとなった。世界一の高速道路会社を目指すとして5カ年の経営計画を策定、公表し事業を推進していたが2012年12月に笹子トンネル天井板落下事故が発生したことにより安全性向上の取り組みを優先するとして軌道修正を余儀なくされている。 2014年6月に中日本高速道路の社長を退任した2017年11月、笹子トンネル事故で書類送検。新執行体制について中日本高速道路2014年6月25日付、役員の専任等中日本高速道路2010年6月28日付、役員人事中日本高速道路2012年8月28日付、ありがとうございます。